スタート10秒前を切りました。ランプが消えた。第13回スーパースター王座決定戦スタートしました。揃って飛び出した8人の選手。さあ行くのは1番の畑か2番の福田か。畑が先手を取りました。先頭は1番の畑、畑が先手を取っております。そして2番手に福田、3番手に高橋光嗣。高橋もいいスタートを切りました。そしてその後ろから4番の浦田慎介、外外を回って島田信弘が今4番手に上がってきております。その後方から小林刑事、4番の浦田がリングをついて上がってこようというところ。しんがりから7番の石澤和彦であります。先頭は畑、いいスタートを見せた畑が先頭です。2番手は2番の福田茂、高橋光嗣が現在3番手、そして島田信弘、人気どころが3番手4番手であります。そして後方から浦田慎介が前から5番手、8番の小林刑事が6番手、田代雄一、そして石澤和彦という順で周回が進んでいきます。さあ前の方、依然として畑義弘が先頭だ。2番手争い、高橋光嗣が制して上がっていく。高橋光嗣が今2番手に上がりました。先頭は畑、畑が先頭です。そしてここで早くも高橋光嗣が先頭に変わりました。あっという間に高橋光嗣が先頭に変わった。もう一度畑が頑張る。3番手は島田信弘です。そしてその後は浦田慎介、福田茂は前から6番手に下がってしまいました。さあ残りあと6周です。高橋光嗣早々と先頭に立ちました。思想は25という好タイム。高橋光嗣は先頭に立って差をぐんぐんと広げていきます。2番手は1番の畑、そして島田信弘が3番手、4番手ようやく浦田慎介が上がってきております。さあ残りあと5周、あとレースは半分です。先頭は高橋光嗣が先頭だ。1999年、今年もやっぱりオートレース界を引っ張るのは高橋光嗣か。ご覧の独走になりました。2番手争いは1番の畑義弘が頑張っている。そして島田信弘が3番手、4番手に浦田慎介、5番手は福田慎です。さあ残り4周、高橋光嗣が先頭だ。相性が悪かった川口の走路、しかし今日はいいレースをしております。気まぐれな川口の女神を今日は高橋と味方か。高橋光嗣が先頭だ。高橋が先頭で残りあと3周に変わります。2番手以降はもう大差がついてしまいました。その2番手争い、依然として好スタートの畑義弘は頑張っている。そのインを狙って島田、それから4番の浦田慎介も差を詰めた。しかし前を行く高橋光嗣、その背中はあまりにも小さくなっております。さあ残りあと2周です。ホームストレートを駆け抜けた高橋光嗣のオーラ、川口のスタンドいっぱいに広がっています。大歓声。高橋光嗣、ご覧の大差。1番の畑義弘頑張った。そして島田信弘が3番手、4番手には浦田慎介でありますが、高橋光嗣ご覧の大差をつけて残りあと1周です。残りあと1周、高橋光嗣今第2コーナーからバックストレートの立ち上がり。さあ今日は高橋大丈夫だ。川口でも高橋の強さを見せつけています。2番手争いは畑義弘が頑張っている。そして島田、浦田、福田茂といったところも差を詰める。今1着でゴールイン、高橋光嗣。2着は1番の畑、圧勝でした。高橋光嗣。